じゃあ今日はお集まりいただきまして、ありがとうございます、えー。皆さん聞こえてますでしょうか、えー、アートローグの鈴木です。で、今日はですね、あのー、開催中のこの大阪関西国際芸祭、えー、2023のですね、えー、トークイベントとしてですね、ゲストにオーストリアのマーティン・バッハさん、 を迎えてですね、えー、海外の芸術祭のこと、そしてそのーマーティンさんの活動のこと、さまざ、あ、まなことをですねお話しいただこうと思っております。で、今日はです、ねあのー、辻井さんに同時通訳をしていただいているんですけども、ちょっと長丁場の、えー、このトークをですね1人でやっていただくというかなりあの無茶なお仕事をお願いしているので。 ゆっくりお話をさせていただこうと思っております。で途中ですね、もしかしたらちょっと、あのー、通訳の関係で少し休憩も、えー、挟みながらになるかもしれませんので、えー、よろしくお願いいたしますで。この芸術祭のことも少しだけお話しさせていただくと、これを芸術祭はですね、2025年の万博を機にですね、 えー、世界最大規模の芸術祭を立ち上げようということであの2020年にお話をさせていただいてから、えー、準備を進めてで去年第1回目を開催しましたでその後ですね、えー、高く評価をいただきましてまた今年ですね、えー、規模も約34倍という規模になってですね 芸術祭、そしてアートフェア、カンファレンス、またはスタートアップのコラボレーションをしてですね、えー、さまざまな事業を立ち上げたりということで今、進めています。でまあ、ご覧になっている方もいない方も、これから行こうと思っている方もいらっしゃると思うのですが、まあ、本当に、あのー、多くの会場を使っています。 まあ、特にですね、我々は公立の美術館を使った、えー、芸術祭ではなく、街中を使っています。例えばグランフロント大阪という場所でですね、この巨大な、えー、布の作品を展示していたり、まあ、その下にはですね、ちょっと写真がないんですけども、あのー、 林幸とノアーキテクツというアーティストと建築家集団のコラボのスペースそして作品が展示をされていたりですね、まあ、その外にはこのような木彫の作品があってさまざ、あ、まあのー、なところをさまざまな形で作っています他にもですね中之島にある大阪府立中之島図書館のような、えー 近代建築として文化財指定もされているような場所もですね、えー、会場にしていたり、は、ま、たまたデザイナーズホテルが、えー、会場になっていたり、あと、ここは一番、あのー、グローバルに5カ国のアーティストが混在した展覧会が行われているんですけども、1000倍エクセルビルという元オフィスビルですね、まあ、そこを丸ごと。 えー、まあ、キュレーターもですね、日本人、そしてポーランド人、そしてですね、えっ、ー、と、キュレーターズ、えー、コレクティブとも言っていい、プロダクションゾミアというチームですね、の人たちにキュレーションをしてもらっている。まあ、ここではですね、あの、ウクライナの作家の作品なんかもあって、えー、ウクライナのですね、寄付集めのために、ここで T シャツを売ってたりもしています。 も本当にあの紹介し始めるとさまざまなものがありましてですね。あとはあの、この都会の中だけじゃなくてですね、えー、西なりのような困難な場所ですね。そういった場所も会場にしています。まあ、落合さん、万博のプロデューサーでもある落合陽一さんは、えー、飛び田新地にある飛び田会館という組合の建物、その中でですね、 このあの映像作品を展開していたりもしますし、あとはですねあのアートダイニングというプログラムでは、ですねレストラン、料亭などでアーティストとシェフがです、ね、コラボレーションをして作品展示をするとともに特別コースなんかも、えー、提供しています。このの日比野克彦さんはあの皆さんんは皆ご存知の通り まあ、あの、日本でトップの芸術大学、東京芸術大学の学長でもあるアーティストですね。で、他にも、天保元年からやっている料亭の、えー、加賀井朗さんで、大宮エリーさんがやってたりもしますでですね、我々このアートフェアなんかも同時にやっておりまして、まあ、今度来週ですね、えー、2月10日から12日にかけて、グランフロントの地下にある、 コングレコンベンションセンターというところでですね、現、ま、代、あ、アートのみならず NFT や北欧のビンテージ家具までですね、えー、出展しているような、えー、国内31ギャラリー、そして海外の、えー、5ギャラリーが出ているようなアートフェアを開催しています。まあ、その中でもですね、あの、アールブルットの、えー、団体にも出ていただいたりしていてですね、非常に多様な アアートフェアになっています、まあ、そういう、まあ、他にも、まあ、言い始めたら長いんですけども、このスタートアップスというプログラムでは、もう様々な企業とですね、様々な試みをやっているというものですね。まあ、こちらなんかあの、えっと、大大阪時代の古地図に今の現在のマッピングがされていると。まあ、そういうことをしています。 という芸術家の中でですね、改めまして今日はですね、あのー、マーティン・バッハさんをお迎えして、えー、お話を聞きたいと思っております。それではまあ僕の前段は終わりにしてですね、マーティンさんをご紹介したいと思います。で、あのー、マーティンさんはですね、あのー、まあ、キュレーターでもありましてで、特にですね、日本でもこれまでも活動してきております。 でえー、と国際的なフェスティバルからですね、さまざまなアートプロジェクトの企画なども、えー、手掛けられており、まあ、特にですね、まあのーまあ、ラゴスのラゴスライブフェスティバルとかですね、ベネチア建築ビエンナーレ、まあ、そういったところでも、えー、とキュレーション、えー、企画をされており、そしてですね、我々とあと、のー、知り合ったきっかけのな、えーまあ、そのなったというか、まあ ご連絡いただいたときにお話をしていただいたのがですね。ドバイ万博のオーストリア間でのえー、ダウトフルプラクティスプラクティスオブダウトという企画もされており、まあ、今後のその万博もあの繋、ー、がりがあるということで、ぜひあのー、お話をしましょう。ということでご連絡をいただき。 で、まずは、じゃあ、そのマーティンさんのお話を聞きたいよねとなりですね、えー、ちょっと今日はご登壇をいただいたということです。じゃあ、マーティンさん、よろしくお願いいたします。Thank you very much. ありがとうございます。鈴木大介さん、本日はこのトークに。 ごご招待いいいいたただきまままししてありがととうございますす今日はレクチャーを皆様にし共有したいと思います私自身日本語は話さないため通訳を介することになりますが英語で英語がお分かりになる方はイングリッシュチャンネルがありますので英語のボタンを押していただいて英語でお聞きいただければと思います通訳が必要の皆様はどうぞ日本語のチャンネルでお願いいたしますまずプレゼン資料を 投影させていただきます。ご覧いただいてますでしょうか ?Okay.So、um, we decided to、uh, give this lecture the, the title Shifting the Focus.、Um, the この lecture のフォータイトルですが、えー 私たちの意識をシフトするというタイトルにしましたそして進化し続ける芸術祭国際芸術祭の目的と役割今日は大阪・関西国際芸術祭2023年エディションにお招きいただきましてありがとうございますこの寛大にもご招待いただきまして交流をできますことを嬉しく思いますまた 2025年のバンクバンクにかけてコラボレーションできたら嬉しく思います。また、辻美穂さんに本日のレクチャーの通訳をしていただきますことに感謝申し上げます。今日ははっきりとゆっくりとお話しして、通訳がきちんと皆様にお届けできるようにしたいと思います。 今日は特にいろいろさまざまなフェスティバルをグローバルなプラットフォームで企画してきた経験についてお話したいと思います。また国際的なイベント万博のような形と現代アートの関係性はというのは密接でもあり、常にまた非常に困難を抱えたものでもありました。関係者全てにとって で複雑性を帯びておりクリエイターの役割そしてプロジェクトリーダーの役割、まあ、鈴木さんのようにですねもしくは私のように責任者の最高割というのはさまざまな要求を調整してまた限界を調整していくそして期待も調整していくという側面がありますというのがこのような枠組みの中で 国際芸術祭を開催しなければなりませんのでさまざまなコラボレーター、アーティスト、そして観客、そして女性先が関わっています。アートフェスティバルについて話すというのは簡単なことではなくてそれぞれのフェスティバルがそれぞれのタスクそして役組みを持っています。また すべての芸術祭に一つの何らかの共通項を見出すことも可能でしょう。このレクチャーではさまざまな形の、まあ、フェスティバル、そしてその意義についてお話しして、また私の実践についてもご紹介したいと思います。特にここ、私が今住んでいるオースト,ラリ,オーストリアで、そしてドバイ の万博のオー,ストラリオーストリアパビリオンでのプロジェクトについてもこちらは一つ、えー、主要なプロジェクトとなりますので皆様にご紹介できたらと思います少し画像をご紹介しますがこちらがオーストリアパビリオンの写真です外側からそして中側からの写真がありますこの展示を私が開催いたしました、まあ、後でもう少し詳細にお話しいたします このレクチャーではまず全体像を皆様にお話しして私が関わってきたプロジェクトや展示についてお話し私の実践について少しご紹介できたらと思います。また。 そして基本となる、ガイダンスとなる、まあ、原則について、フェスティバルとはどういう意味を持つのかについてお話し,します。また2つの例を挙げて、ドバイ、オーストリアパビリオン、このドバイの万博でのプロジェクト、ダウトフルプラクティスプラクティスオ a タウトこちら、 疑問のある実践、そして疑問を持つ,持つことというふうに訳翻訳されますがそそし、そのプロジェクト、そしてもう一つ、Where are, you? Where are We Now というオーストリアのフェスティバル、グラッツでのシュ a リ i h a f h e ス p s f e s t i グラッツと申します。 ますまず私のキュレーターとしての実践についてお話しいたしますがよくさまざまなアートの形を融合するような掛け合わせるような形のプロジェクトを企画いたしますそこではパフォーマンス現代,現代演劇ダンスビジュアルアートその中でもフォトグラフィー 彫刻メディアアートなど、さまざまな形として、コミュニティ、形式のプロジェクト、もしくは公共スペースでのアート、また時によってはコンサートや音楽のパフォーマンスも行います。その中でパフォーマーたちがある特定の役割を担っていきます。そして、常に 言設形式をとってワークショップを行ったり会議も行っていきます。必ずそのような言設形式のディスカッション形式もしくはワークショップか会議というものも盛り込んでさまざまな問いをに対してもきちんとスモラしていけるようにというふうに意識して開催しております。常に私のフェスティバルでの実践では 既存の作品他のところですでに出展されたものそれから新しいコミッションしたものを、えー、こちらを掛け合わせて発表いたしますその形式を取ることによってアーティストたちも新しい作品を作る機会を提供しますが既存の作品とも一緒に、まあ、融合した形で掛け合わせてフェスティバルを開催いたします まず4つのプロジェクトをご紹介したいと思います。この4つの例をご紹介することによって、去年手がけた企画について少し全体像が見えるかなと思います。まず1つ目、I Will Survive というタイトルのフェスティバルは気候変動、気候の危機、そして緑行、 緑化の考えというものをテーマとしました。また、パフォーミングアーキテクチャというのは6ヶ月のプログラムで、これはベニス・ビエンナーレのプログラムでした。3つ目に、アフロピアン、ミミクリモッカリー。アフロピアンというのはあ役中ですが、アフリカとヨーロピアン、アフリカと欧州を掛け合わせて、それを模倣する、あざけるといった。まあ タイトルになりますが、これはフェスティバルで植民主,主義や人種、差別やアデンティティポリティクスをテーマとしまして、また、メディエーションズ・ビエンナーレ、こちらは展示とパフォーマンスプログラムで、まあ、現代アートの実践とアフリ,をアフリ,カ,とアフリカ対ラリックを意識して紹介するものでした。えー、まず、I will survive についてお話しいたします。これはドイツのフランクフルトで開催された フェスティバルでしたトピックは気候変動それからアートと文化における持続可能な実践についてテーマをしとして取り上げましたがこれは国立劇場の目の前の、えー、外のスペースを作り使いましてで欧州中央銀行も一致するところに設置してすることによって で指導者たちが気候変動にに目を向けるよううといここではアートインスタレーションをいたしましたが劇場をご覧になっていると思います。その外にテーブルを設けてディスケッションをしてインスタレーションもこのようにしてレクチャーも開催しました。600人の方、観客が 高変動をテーマに欧州中央銀行を囲むというシーンもステージしました私のプロジェクトでは組織そして政治的な問題というのを取り上げますアーティスト科学者アクティビストを交えてまた私がプロジェクトをする市のコミュニティのみ 方々ににもも入っててらえるように企画しています次にパフォーミングアーキテクチャという6ヶ月かのプログラムです。これはベニス・ビエンナーレの、えー、建築を意識したプロジェクトでして、これはまずゲイ,イタリアと,とドイツのゲーテン・インシテ,テュートがまず始めたプログラムでした。でと 都市化したコミュニティの中でアートがどのように実践されるのか、そしてその中で建築をどのように捉えるのかを,をテーマとしました。ドイツパビリオンの主要なパビリオンでアレクサンダー・ビデバーの作品、そしてベニスのさまざまな場所を利用して展示をしました。劇場だったり、公共スペースだったり、また アカデミーも関わりました。これは大きなアカデミ,アカデミーですが、まあ、同時にパフォーマンスインスタレーションレクチャーを行い特に1つえベニスを横断して2日間かけて歩くというイベントも行いましたまっすぐとえ赤い線を引いて横断すベニスを横断する歩くプロジェクトです次に 次のプロジェクトはアフロピアンミミクリーモカリーというプロジェクトですがこれはフランクフルドでのモザントルムクンストラハウスアートハウスで開催したものですであのコンゴの代表するようなプロジェクトですが ここに3つのフェスティバルエディションとして、植民主義、人種主義、人種、そしてアイデンティティポリクスをテーマとし、アフリカとヨーロッパの関係性の問題を扱いました。このプロジェクトでは、新しくコミッションされたものではあったのですが、そこでヨ,ヨーロッパ、それからアフリカのアーティストたちがレジデンシーに参加し、交流をし、 そしてプロダクションを行うという形をとりました。それぞれのフェスティバルでは、まあ、欧州、それからアフリカのアーティストたちの発表がありまして、ライブパフォーマンスもありましたで。彫刻や写真の展示も行いまして、そしてオンラインプラットフォームでそれを配給しました。また大きな劇場パフォーマンスも行いました。 ましたが同時にもう少しすごい小さいスケールのパフォーマンスも発表しました。そして、えー、このトピックに対して、えー、ものを書いたりそれを多行したりという、えー、側面も導入しました。これはベニスビエナーレ・ポズナン・ビエナーレです。メディエーションスビ・ビエナーレといってポーランドで2年に1度開催されます。ここに招聘され、 コークリエーション、共同制作としてパフォーマンスプログラムを開催し、アフリカのアーティストと、特にパフォーマンスとビデオアート、国際交流をに焦点を当て展開しました。ここに美しい、これは、教会的な施設なんですが、宗教施設で展示を開催し、ナイジェリア、ケニア、ブルキナファッーソー、 カメルーンのアーティストたちが発表しました。ビデオワーク、ビジュアルアート、パフォーマンスを発表し、で中では初めてヨーロッパで発表するアーティストもいましたあの。有名なアーティストです。この右側の あの私が紹介あの、ベニス・ビエンナーレで発表をしたのですが、その当時は誰も知らず、今や有名なアーティストです。So, the, um, the そして、このレクチャーの第2部に入りたいと思います。原則についてお話しします。こちらをガイダンスとして、 どのような原作を実践しようとしているのか、何を目的とするのかを私は書き留めます。最終的に、まあ、何を書こうかなと思った時にティム・エチェルスの言葉に着目しました。ティム・エチェルスはもちろん芸術監督、パフォーマー、 大体ビジュアルアーティスト思想家でありますフォーストエンターテイメントの創始者で美しいアルファベットオフフェスティバルというテキストを書かれました私の原則を書こうとしたのですがティム・エチェルスさんの方が私よりはるかに素晴らしい文章をまとめてくださったのでその引用を皆様にお聞きいただければと思います Suji, I would recommend that I read it out in English once, and then we put in the Japanese translation, and you maybe read it again. Is that okay for you? Okay. So this is the, the text is much longer. I just It's a place for listening. but also a place for speaking. For making space in which others can listen, for making space in which others can speak. A festival has to listen to the city, the neighborhood, the place it's in. Could be a country, a region, or a street corner. But at the same time as deeply listening and listening deeply, a festival speaks out loud. And into the city, should, be, should speak strongly, and in speaking, changing it, and in speaking, re seeing it, revisioning it. Then we festival, we dream, redream the city, rewrite, remix, remake. 素晴らしいのですが、これ以上の文章は私に書けません。これはもっと長い文章の一部の引用ですえ。日本語で申し上げます。フェスティバルは聞く場所であり、話す場所でもある。他の人が聞くことができる場所を作り、他の人が話すことができる場所を作るため、フェスティバルは耳を傾けなければならない。街に、近所に、 その場所が国でも地域でも外郭でも深く耳を傾けさせると同時に深く耳を傾けながらもフェスティバルは大声で街に語りかける強く語るべきそして話すことでそれを変えそして話すことでそれを再確認するそれを再解釈する私たちが祭りをするとき私たちは夢を見る街の夢を見直し

非常によくまとめてくださっていて、これがアートフェスティバルなんだと思います。まず、場所に耳を傾け、人に耳をかけて、アーティストに耳を傾ける。と同時に、きちんと声を上げ、聞いてもらう必要があります。また、他の人たちが耳を傾け、話す。 のに必要とされる安全な場所を提供しなければありません大きな場所ですのでそ,そこにケアをきちんとしていくこれは特別な瞬間で場所ですそこでアートが発生しますそれが発生したら変革が発生するとこの業界の方々知っていらっしゃると思います 意識を改変し、新しい視点を作り上げ、そ,そのように時間を、時が必要とするものを提示することができるでしょう。またこれについては後ほどお話しします。さて、アートフェスティバルを開催する、組織するのということはどういうことなんでしょうかで、えー、ここは、 ドバイの万博でダウトフルプラクティスプラクティスオ a ダウトを企画しました。まあ、これが大きな万博の場所ですが、私が実施したプロジェクトというのはオーストリアパビリオンでダウトフルプラクティスプラクティスオ a ダウトというタイトルについても後で少しお話します。あの通訳は非常に難しいかもしれません。 アートと文化というのはグローバルなイベントとして、まあ、主要な役割を今や担っています。でまたあの国家を表彰するものとしても使われます。ただアートの役割というのはどのように定義されるのでしょうかその目的とは左の写真はナイジェリアのパビリオンのものです。この 写真を選択したのはナイジェリアのパビリオンに対してものを申すというよりナイ,ナイジェリアに私は滞在したことがありますのでよく存じ上げていますが素晴らしくキュレーションがされていて素晴らしく発表されてはいたのですがすぐにふと思ったのがアーティストの顔がこれだけ出ていてもアーティストの名前が出ていません。 アーティストを出してもアーティストに対してクレジットをしていないですのでま,まさに装飾のように扱われています万博や他のグローバルのイベントでよく起こることですが観光だったり旅行ビジネスマーケティングにより 関心を抱いていてそこでのリスクというのはアーティストとアーティストの作品が消食だったりエクストチズムに貶としめられてしまっていることがよくありますオーストリアパビリオンで私がプロジェクトを依頼開催する依頼を受けた時に 私も非常にたくさんの疑念を抱きましたまたアーティストたちも自分がそこで、えー、代表されて発表されることについて疑念を抱いていましたそしてドバイで開催するということでその疑念はより大きくなりさまざまな問題があったので特にアラブ首 国連邦では大きな問題がたくさんあって労働者の権利関わるものだったり万博がどのように実施されるのかということについて批判が上がりました。クリエイターもアーティストも疑念を抱きそこで実際携,携わることに対して疑念を抱きました。そして私自身それを深刻に受け止めました。それが 批判的で意味のある出会いの始まりだと思うからです。Doubtful Practices, Practices of d o u b t というタイトルがその疑念から始まりました。たくさんの疑念がここに投じられましたので、この、えー まあ、日本語に訳すと疑念疑問のある実践疑問を持つという実践というふうにも訳せるかと思いますがここで大勢のアーティストたちが装飾のように表彰されていたことに対してアーティストは自由の権利を持ってきちんと作品や視点を発表する。 とということを意識しましまた,ただオーストリアパビリオンではとてもパビリオン自体が特別なパビリオンだったのでそこで発表できることを光栄に思いました他のパビリオンというのはすごくうるさくて大きなサウンドシステムを使うようなとこ大きな大画面を用いたところが多かったのですがオーストリアパビリオンはドバイでは すごく静かなパビリオンでした。平穏さが漂っていて。また緑がありました。ク,レアカフクラフトアーキテクトというえベニスの集団がここを作りまして、人がここに来て、ものすごくこう、いっぱいいっぱいになってしまうような万博全体の中で、ここではホッとできる。 ような建築ススペースでしたパビリオン自体は素晴らしいプラットフォームで発表には現代特に現代アートの発表には適していましたそしてチームとしコンセプトというのもすごく人を受け入れるような形でオープンですごくセンシティブさに満ちた空間を演出していました これが私たちが制作したポスターです。少し映像をお見せいたします。2人のアーティストがここで発表されています。 少しあのどのような展示だったのか印象を皆様に抱い,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 いていただければと思いました。この塔というのは12メーターもの高さがあってかなり高いのですが、えー、その全体像を映像で捉えることがなかなか難しかったという背景もあります。 さてあの、キュレーションの枠組みですが、石油文化を意識しました。私が、まあ、ドバイで展示するにあたって、世界の石油輸出国として大、まあ、国ですので、この石油文化というのは確実に抑えたいと思いました。もう一つは、国家の表彰について。 この万博というのは国家単位の表彰に区切られているのでそれぞれの国が国家主義国家を代表する天才を発表するというのが枠組みになっています。それですのでそういう国家であるということは一体何なのかという問いも投げかけました。ハンス・ロワというのはアーティストで科学者で。 石油文化の専門家の教授でもいらっしゃいます。ヴェニスで活動されていますが、特に原油をテーマに、プラスチックのゴミが、まあ、毎日出るのですが、それを使って 3D スキャンをして、モデルを作って、さらにプリントして、原油を使って、 ご覧いただいているようにドバイの原油をこの 3D プリンターに入れていって石油文化を再現するという作品です。これはタワーで大きなサイズのものなんですが、海に面していて、ここには実際石油の現場があるのですが、このゴミを採集して、ここで タワーを作りました非常に興味深い科学者でありアーティストでありドバイで石油の産出を問題にするそして石油ポスト石油文化を問いましたそして大きな評価を得ることができました次に国家の表彰とアイデンティティポリティクスについてオー,オーストリアの社会というのは白人だけの 社会ではありません。多様性があります。そこで、まずね、道和さんを、まあ、アーティストとして取り上げ、皆さんご存知かもしれませんが、神戸ご出身で、ウィーンに住んでいらっしゃいます。そして、国境、国境周り、国境を越えることをテーマにされています。 この作品というのはオーストリアと日本を行き来する中で常に常にビザの問題があることを踏まえある日松根さんはまず面白い着想を得て眉を取ってそれを鼻の下にヒゲのようにつけるというアイディアをに着想してそれによって でイタリア人っぽく見えるようにもしくはオーストリア人のように見せかけるという不思議なイメージを作りましたただそれをやったことにそれをスパスポートに搭載しこの写真のパスポートを使って次にビザの申請をした時にその,その時のオフィサーが パッと写真を見て、ヨーロッパっぽいねということでパット通ったという経緯が発生しました。誰がビザにアクセスできるのか誰が国際的に自由を得られるのかという問いをあげる作品です。この作品も評価を得ました。<laughs> さて、 最後のプロジェクトですが、シュタシャヘアスタイリッシ h e r h ス l p s f e s という芸術祭のチーフキュレーターを務め、数年間このオーストリアの芸術祭のチーフキュレーターを務めています。オーストリアのグラッツという市にありまして、中でも 最も古く重要な複合的な分野横断をするアートフェスティバルとしてヨーロッパで知られています。このフェスティバルのいくつかのエディションを私がキュレーションすることをできたことを非常に光栄に思っています。このフェスティバルのではビジュアルアート、パフォーマンス、そして言設を発表してそれぞれが アーティストティックディレクテ芸術監督によってキュレーションされてそして常駐のチーム私を含む私とチームの皆さんでこのプログラムをキュレーションしていますこのフェスティバルでは常に毎回3040もの新しいクリエーションを発表してこれはビエンナーレではなくて毎年開催されます でメインのプログラムに加えまして、ローカル、そして地域のアートシーンとのコラボレーションも行います。このトレーラーを皆様にご紹介します。このフェスティバルの感覚をつかめるかと思います。 シミズヨコさんをここでフェスティバルに招聘しました。皆さんもご存知かと思います。これはパフォーマンスプログラムです。

I'm 15 years old and I come for the first time. The Chernobyl nuclear power plant explodes, and so does the space shuttle Challenger with the first woman on board. My semen doesn't have a lot of taste. the obvious the publishing organ this created something which is in yeah I would say a performative book it's really interesting how m many different approaches people took it's to be in constant, constant, constant obstacle course. Course.

ブラックボックスという形もありますし、さまざまな場所で開催します。毎年、まあ、トピックが変わるわけですが、かなり数学的なアプローチを持って定めます。そして、言説をきちんと重んじて展開していきます。このフェスティバルでは、 暫特別なまあ、フェスティバルの期間内で特別な場所を設けて国際的なアーティストに入ってもらってビジュアルな要素そして変革的要素を用いてもらいますそれぞれアーティスティックな、まあ、設定を用いていきますがすごく視覚的にもアピールのあるものです。 またローカルそして地域のアート組織にもとも提携をして国際的に提携していきますですのでフェスティバルだけではなくてパー,タパートナーと一緒にフェスティバルを開催しますそして私たちは原則としてポリシーを設けて安全なスペースをさまざまな環境観客に提供し特別なニーズ特に終焉に置かれた人 人々にも参加できるようアクセスができるようにします。例えばトランスジェンダークイアの人々。そしてアー,トアートという、まあ、バブルの中にいる人だけではなくて開,けら開かれたものにします。またフェスティバルアカ,メアカデミーを設けて知識の共有を行って例えば 人工的な庭をこのようにアカデミーの中に設置したり、また他の形式を用いて、先ほど申し上げたような、まあ、歩くカンファレンスだったり、会議も設けます。こういったプロセスを経て作っていきます。少しまとめたいと思いますが、この国際芸術祭の 機能もしくは目的というのは何でしょうかアーティスティックなリサーチ、それからあのその作業のメソッドというのはよく軽視されることがあります。科学的ではなさすぎるだとか、主観的すぎる、もしくは政治・経済の関心。 に向かかっていないなだとか言われます機能的ではない。と言われますが、全くそれは間違っているというふうに思います。なぜかというと、アーティスティックなアプローチというのは、新しい視点を提供し、開拓します。そして、必要となる時の言説を開拓します。それもいち早く 他の他が始めるよりいち早く展開しますしそして新しい意識を創出してまたさまざまな問いを投げかけますそしてまさにアーティストというのはラリカルなな主観的な視点を提供しますそしてソリューションとして従来のパターンを超えたソリューションを提供するのです。 アーティストと観客にスペースを提供して従来のパターンから一歩出て他のアプローチ、意識、ソリューションそして今非常に課題となる問い問題を投げかけます。最後にティム・エッチェルズのこの言葉に戻りたいと思いますがフェスティバルとは何ですセスティバルとは どういう目的を持つのかフェスティバルは聞く場所であって話す場所でもある他の人が聞くことができる場所を作って他の人が話すことができる場所を作るフェスティバルを耳を傾け私たちが祭りをするとき私たちを夢を見て街の夢を見直して書き直し,リ,ミックしリメイクしますそしてビジョンを新たに開始 新たに提供します。ありがとうございました。Thank you very much。素晴らしいトークでした。ありがとうございました。いやあの本当に素晴らしいご活躍とえー、もうご見識のお話を聞かせていただきました。でこれまでの活動も非常に興味深いものでした。 で、ちょっとあまり時間がないんですけども、まあ同じこういうフェスティバルをオーガナイズ。ものとしてですね、少しあの、聞きたいことがあります。まあこのあの、ティムさんの言葉は非常に、まあ僕としても響く言葉でした。 ただ一方で、どうしてもこういうフェスティバルをやるということは、お金の問題が一番大きく関わってきます。そしてそのお金の財源というものによって、その財源の思惑とか考えに合わせなければいけないという事情があります。まあ、特に我々、この大阪関西国際芸術祭は国の制度、 を使っっててて番お金をいいただいてやってるものですそしてその、えー、日本博という国の制度自体が出国税という、あのー、インバウンドの方が日本から出国するときに1人1000円を払うという、まあ、それが財源になっているので、まあ、常に観光に、えー、資するものを をしなさいといとうのは必ず問われるで、まあ、そういう事情がある中であの、まあ、答えれる範囲でいいんですけどもマーティンさんが、えー、オーガナイズをしているキュレーションをしているそのフェスティバルはですね、まあ、どれぐらいの予算規模でやっていて主な財源は何なんでしょうかもしくは教えていただけるならお願いします。 ファンディングというのは、もうどのアート組織にとっても大きな問題です小さかろうが大きかろうが同じです。国際芸術祭では、まあ三年、四年前から準備を始め、万博においてはもちろん。 そのバジェットに対して大きな影響力を持って変えていくわけですがサポーターを見つけるっていうのは長期のプロセスで早く始めてスポンサーを説得してそして民間のスポンサーも長期間をかけて説得して入ってもらうプロセスが必要となります私の経験上ではな確かなじきちんとマッチする人 を見つけることができたら国家のファンディングだったり国家の組織というのはそのアートのが何ができるかということについて説得させるのは非常に難しいのでそうではないファンディングの方が絶対的に良いというふうに思いますただもちろんだからこのように私たちがこういう まあ話し合いを設けるわけですが、そういった、まあ、そこというのは、文化業界においてはすごく大きな、大きく、そのバジェット上も非常に大きな、あの大きく占めると思います。そこは避けられないでしょう。Thank you. 聞きたいということがあれば、いかがでしょうか。聞きたいことがなければ、こちらの方で。質問を、したいと思いますけども、こういう機会なので、もしくはあればぜひ。まあ、そうです。じゃ、ちょっとここで、僕の方からも、また、えっ、ー、と、聞きたいんですけども。まあ、この。 大阪・関西万博とかです、まあ、こうやってあのせっかくあの知り合って、えー、知り合う機会を得たので、大阪・関西万博や、この大阪・関西国際芸術祭に期待することとかですね、あと、こんなことをやったらどうだろうということを、ちょっとご意見、お聞かせ願えますか。 はい、だから私自身、鈴木さんにご連絡をしました。オーストリアの大使館に連絡をして、大阪で2025年にアートプログラムをできないかという話をしています。少しお話ししましたが、ドバイドのプロジェクトというのは課題でもありました。ドバイという場所、そしてコロナ。 という問題があったので,で非常に短い期間でこれを企画するのは大変だったのですが2025年大阪万博にかけてもう少し時間がありますのでより大きくより優れたプロジェクトができればと思いますパビリオンだけではなくて関西地域にまたがったプロジェクトができたらと思いますドバイでは既存の作品を 発表するしかできず新型コロナの関係で渡航の制限がありましたので新しい作品をコミッションすることはできませんでしたただ2025年にかけては新しい作品をコミッションし日本人とオーストリア人の作家同士のコラボレーション共同制作ができたらと思いますもちろん私自身も 大阪に来てリサーチをしたいと思いますし皆さんにもこのオンラインではなくて対面でお会いできたらと思いますただ皆様素晴らしいチームを持って非常に 歓迎しててくださささってひろみさんん辻井さん皆さん、すごくゲストをよくもてなしてくださいます来年のフェスティバルも素晴らしいものになるでしょうし、皆様と一緒に共同できることをとても楽しみにしています。ありがとうございますあの。本当にマーティンさんのようにこうやって声をかけていただき、そしてもしかマーティンさんが日本に来ていただき、 また日本のアーティストと知り合い、キュレーションをしていただくことによって、日本のアーティストにとってもまた海外へ、えー、また、えー、活動の場を広げるチャンスになると思いますので、ぜひ日本、大阪、関西に来られることをお待ちしております。今日は少しあのあの短い時間でしたけど、またゆっくりと本当にお話も聞かせていただきたいですし、 今後あのこれをきっかけにですね、えー、両国の関係をアートによって、えー、築いていければと思いますのでぜひともよろしくお願いします Thank you very much Thank you It was a pleasure and an honor to be ありがとうございますこの機会を光栄に思います残り数週間のフェスティバルの 大成功をお祈りしています。Thank you very much。ありがとうございました。パチ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 ありがとうございました。じゃあこれをもって今日はえっと終了とさせていただきます。今日はあのご清聴ありがとうございました。またこのようにですねあのまあインターネットを介してすればですね海外のゲストも呼んで。 こうやってトークが聞けるということが、まさにこれ、第1回目です、マーティンさんが第1回目で初めてやったので、もうあの通訳もできるか、システムができるか、もうドキドキしてたんですけど、しっかりとできたので,です、ね、今後またどんどん海外のゲストも呼んで、えー、やっていきたいと思いますので、また、っ、えー、と我々の芸術体にもご期待いただければと思いままます。今日は本当にありがとうございいししした。ま、たよろしくお願いします。